こんにちは。今日は2月のお給料仕分け動画です。もうきび団子がめっちゃ美味しいです。最近名菓仙っていうところでいつでも買えることを知ってすごく感動してます。普通のやつと桃があったんですけど、私は普通のやつが美味しいと思いました。2月は会社に行く日が少なかったり、あとは新しい仕事に慣れてきたのもあって残業がそんなになかったので手取りが18万円でした。でも4月からは仕事量が増えるのでまたしばらく残業が続きそうです。では貯金、固定費、変動費の順で紹介します。手取りからの貯金は1万円です。社会人 1,2 年目の時はコロナの影響で旅行や遊びに行けなかったこともあって結構貯金重視型やったんですけど、今は制限なくどこでも行けるので自分のしたいことや欲しいものに使っていこうって意識してます。なので貯金は少し少なめです。で次に積立NISAが貯金から33,333円です。この数字キリが悪いので金額を変更したいなと思ってるんですけど放置してます。人間には安定を求める傾向や向上性があるから金額変更しているのは本能によるものです。でもなんか音楽の授業で歌ってる時に同じ音が続く場合高確率で2音目が少し落ちてると指摘されることがあって、ね、それでなんか少し高めを意識して高いやろって思いながら出すとそれで同じ音になっているよって言われたことを思い出して、なんか人間って維持してるつもりでも地味に落ちていっているもんなんやなって気づきました。でつまりなんか少し頑張ってるって実感できるくらいが実はなんか向上しているのではなく現状維持しているということになります。で頑張り続けて現状維持でもっと頑張り続けたら向上するっていうのは馬みたいだなと思って、で馬、そう、競馬が趣味の人に競馬はギャンブルやしなんか叫んで怒ってる人が多くてストレス溜まりそうなのになんで言ってるんですかっていうのを聞いたら、なんか確かにお金をかける楽しさもあるけど、なんか馬が本当にこれくらいなんか大きくて速くてで超かっこいいって言ってて、であとなんか馬が走ってる時のドドドドドっていう振動が全身に伝わってすごく感動するから、だからなんか自分の見たい馬が見ている時に行くって言ってて、ああなんか私も一回行ってその馬の頑張っとる姿とか走っとる時のその振動を感じてみたいなと思いました。次が固定費です。固定費は家賃と水道代と奨学金と通信費と習い事で合計が約7万円です。で最後が変動費です。項目は7つあって1食費、2電気ガス代、3日用品、4美容費、5趣味、6雑費、7交際費です。まず食費が25,000円で電気とガス代が合わせて1万円くらいと、まあ先月とここは変わらなかったです。で3つ目の日用品が15,000円です。洗面周りのものとコンタクト買いました。そう、コンタクトといえばなんか会社の帰り道に車にひかれて意識不明になって病院に運ばれて手術して、で意識回復したのが1週間後とかになった場合、なんかもう目を覚ました瞬間5つ経ってなんかめちゃくちゃ乾燥してそうで怖いなと感じます。でもひかれてすぐ意識失ってる場合なんかコンタクトしてるっていうタイミングもない、だからどうするんやろうと思ってたんですけど、なんかドラマとか見てたら死んだかどうか確認するときにこう目を開いて懐中電灯みたいなものを当ててるから、あれを救急車の中
でやってもらえてたらはめてるって気づいて外してくれそうな気がしたのでちょっと安心しました。で次に美容費が500円です。今使っているこのワセリンがなくなりそうなので買ったんですけど、なんかこの辺に結構溜まってたみたいでなかなかなくならなかったです。趣味ですね。趣味は5000円でもう今スーパービーバーがもうほんまにすごくて、もうボーカルの人が書いた本がもう笑い止まらんし、言い回しもなんかおしゃれやし、でもなんかたまに感動するし、あともう表紙がすごく可愛いし、なんかキンキラキンって光ってたりするし、あとなんかあこの文のこれあの曲の部分あの歌詞と似てるっていう発見もあってもうすんごい良かったです。あとあの YouTube にライブが上がってるんですけど、なんかドラム叩いてる人がめちゃくちゃ腕ブブブブって速くて、なんかもう人間ってあんな動きできるんやってもう感動したし、もうめちゃくちゃかっこよかったです。ザッピーが歯医者の定期検診で3000円です。いつもあのメンテナンスっていうか掃除してもらって、で基本異常なしなのでもう超健康で、で最後が交際費ですね。これが55万円です。友達とあの1週間くらいロンドンを拠点にヨーロッパのどこか 1,2 カ国くらいに行こうっていう計画を立てていて、そのホテル代と航空券往復で50万円を計上してます。なんか円安やしパリオリンピックもあるからなんか通常よりきつそうなんですけど、私もヨーロッパにすごい憧れがあって、なんかお城とか綺麗やし美術館とか行きたいし、あとなんかご飯はそんなに惹かれないんですけど地中海料理はめっちゃ食べたいな。あとはなんか私あんまり体力がないからあの長時間フライトに耐えられるっていうのは若いうちかなと思って、もう行けるうちに行っとこって感じです。あとは今月あの博多に行ったので、航空券は先月買ってたんですけど、それ以外で大体5万円くらいです。友達に久しぶりに会えて嬉しかったし、天神周りうろうろしてたんですけどもう超楽しかったし、まあ寒かったんですけど、あとお土産で買ったこのシンシンっていうラーメンがもう美味しすぎてもう感動しました。これが麺で、でなんかこれが白い油なんですけど、スープがお湯に溶かすとなんかすごくいい感じになる。3食入りで2食食べました。で3つの集計を合わせて1万円足す7万円足す60万8500円で、合計が68万8500円です。手取りが18万円なので今月はマイナス50万8500円なんですけど、まあ、冬のボーナスは手をつけてないので、まあ、それで相殺できるかなという感じです。